ジョナサン・クレイ・レディックはアメリカ合衆国テネシー州クックビル出身のバスケットボール選手 NBA のダラスマーベリックスに所属しているポジションはシューティングガード193センチメートル86キログラム高校はバージニア州のケーブスプリング高校に進学同校を州チャンピオンに導き またオールアメリカンゲームのスリーポイントコンテストで優勝を果たした。大学はデューク大学に進学。カレッジバスケットボール界の名称マイクシャシフスキー、監督のもと1年目からバスケット名門校の主力選手となり、正確なスリーポイントシュートとフリースローを武器にした、スコアラーとして活躍した。3年目の2004から05シーズンには1試合平均20得点を突破し、 アトランティック・コースト・カンファレンスの年間最優秀選手、A、AP 通信選出の年間最優秀選手と、オール・アメリカン・ファーストチーム、アドル・フラップ賞などに選出された。カレッジバスケ界を代表するプレイヤーとなったレディックの動向に注目が集まったが、2年連続でベスト16で敗退している NCWA トーナメントを制覇するために NBA ドラフトエントリーを見送り、 4年生に進級した。05から06シーズンには1試合平均26.8得点を挙げ、このシーズンのカレッジバスケの話題を得点王のアダム・モリソンと2分した。カーティス・ステープルズが持っていた NCWA のスリーポイントシュート成功数歴代記録を破り457回成功、通算2769得点は ACC 歴代1位。 同感ファレンス年間最優秀選手を2年連続で獲得、またネイスミス賞、ジョン・ウッデン賞、アドルフ・ラップ賞などカレッジの主要個人タイトルを総なめにしたが、目標に定めた NCWA トーナメントではベスト8をかけたルイジアナ州立大学との対戦でわずか11得点に終わり、3年連続スイート16敗退となった。マジック時代大学卒業後、 2006年の NBA ドラフトにエントリーし、オーランドマジックから1巡目11位指名を受けて NBA 入りを果たす。大学の同級生であるシェルデン・ウィリアムスは5位でアトランタホークスから指名されて入団した。1年目は先発起用がなく、背中に痛みを抱えてシーズンの半分を欠場した。ショットクロックが35秒もある NCWA に対し、 NBA は24秒しかないため、レディックのような選手はいくらシュートが上手でも、NBA では通用しないのではないかという見方をする人が多く、実際、数年間は結果を残せずにいたため、その指摘は正しかったとされている。しかし、2008から09シーズンでは、そうの厚い SG の中でも短い出場時間ながら、シュート力で存在感を示し、 続く2009から10シーズンにブレーク。ガッツ溢れる素早いペネトレートや、ラインの1メートル前からでも打てる正確な 3P、不安視されていたディフェンスも改善し、コーチの信頼を勝ち得、安定して20分近くの出場時間を確保した。クリッパーズ時代2013年2月に、ミルウォーキーバックスに移籍。同年7月にサイントレードで、ロサンゼルスクリッパーズに移籍。 現役最高クラスの PG クリス・ポールのアシストやゴール下で圧倒的な存在感を示すデアンドレ・ジョーダンのリバウンドなどこの上ない環境にも恵まれシューターとしての才能を十二分に発揮しスターターに定着チームに欠かせない選手の一人となった2016年1月18日のヒューストンロケッツ戦では自己最多の40得点を記録 2015から16シーズンは3ポイントシュート、成功率リーグ1位の47.5%を記録した。シクサーズ時代2017年7月1日、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズと1年2300万ドルの契約を結んだ。2019年3月19日のシャーロット・ホーネッツ戦で自身初のダブルダブルを記録、トリプルダブルに近い活躍だった。 ありがとうございます。